どうもミスター X です。トップバズ塾ビッグデータバンクサロン、サロン生からの質問212、これ11月10日の、質問ですね、最近収益申請審査に通らない例が増えてきているのでしょうか。よく聞きますねということですが、増えてますね。非常に収益申請の審査に通らないっていう例も、増えてきているっていうのが実情です。まあ、これが1年前であればそういったことは全くなかったんですけれども、今現在ですね、10月末あたりから11月上旬にかけて非常に、この例が増えてきております。収益申請の審査が通らない、もしくは収益申請の審査が通っても、高単価アカウントになりづらい、低単価のままだっていうところがね、事例として上がってきておりますので、まあ、これに対する対策をですね、今後もトップバズ塾ビッグデータバンクサロンの、講師一同ですね、対策を立ててまいりたいと、検証を積み重ねて対策を立ててまいりたいと思います。以上です。ありがとうございます。